2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナへの侵略戦争は勃発以降1年7ヶ月が経過したよね。その間に両国が展開してきた様々な戦闘はこれまでの戦争の常識が通用しないほどの大きな変化を見せているな。そうだね。さて今回はウクライナ軍に撃墜されるロシア軍のドローンが激増している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。開戦前、多くの軍事専門家たちは近代における地上戦では航空優勢の確保が必須として、ウクライナ空軍に比べて圧倒的な戦力を誇るロシア空軍の存在によって、ロシアがウクライナに侵略すればごく短時間で首都キーウだけでなくウクライナ全土を占領すると見ていたのであるが、その圧倒的な戦力差から油断をしたのかロシア軍は航空優勢の確保をおざなりにして地上軍を首都キーウに突撃させたんだ。その結果、ロシア軍地上部隊は首都キーウの近郊まで攻め込んだものの、ウクライナ軍の抵抗と雪解けのぬかるみによって大きな損害を出して撤退せざるを得なくなったのであるが、その際にロシア軍に損失を強いたのが無人航空機 UAV であるドローンだね。航空機による味方の地上部隊の支援や敵地上部隊への攻撃が期待できないウクライナ軍は、ドローンによる敵地上部隊への攻撃を選択し、特にトルコ製のバイラクタル TB には大きな戦果を上げ、ウクライナ国内ではバイラクタルを称える歌が作られるなど大きな話題となったよな。軍事用ドローンはそれまでのイエメン、シリア、ナゴルノカラバフなどの紛争や戦争の戦場において広く使われるようになっていたが、それが運用されるのは主に敵上の偵察や榴弾砲などの着弾の確認などで、目標に対して自爆攻撃を仕掛けるような使われ方はなされておらず、ウクライナ軍の運用もバイラクタル TB2 に爆弾などを搭載してそれらを発射した後、ドローンそのものは帰還させて何度も使用していたぜ。そのためにドローンは精密部品などをたくさん使って作られる高額なものであり、その損失をできるだけ避けるような運用をされていたよね。それがこの侵略戦争では、安価なドローンに爆薬を搭載してそのまま戦車などの目標に突入させる、いわゆる自爆攻撃型ドローンが登場するんだ。これらには民生用として販売されているドローンをそのまま使うこともあり、安価であるために惜しげもなく同時に大量に攻撃する方は攻撃が可能となったってわけだ。そのことに気づいたロシア軍は、西側諸国の精密部品を多く使用している自国製ドローンが経済制裁によって部品が入手できず生産量が低下したこともあり、イラン製の自爆攻撃型ドローン車ヘド136を大量に購入して、ウクライナ各都市に対する民間施設やインフラなどへの無差別攻撃に使用したよ。車ヘド136は首都キーウをはじめとするウクライナ各都市をこのドローンによる攻撃と巡航ミサイルの攻撃から守るために、アメリカを含む北大西洋条約機構NATO諸国に対して、地対空ミサイルシステムなどの防空兵器の提供を要請し、様々な防空ミサイルシステムの供与を受けて各都市に配備してきたよ。防空ミサイルシステムのほか、ドイツ製の防空戦車ゲパルトなどの防空車両の供与を受けたウクライナは、開戦以来多数のロシア軍ドローンを撃墜しているとみられ、とある日本の著述家を名乗る人物によると、この1年7ヶ月の間でウクライナ軍は4900機のドローンを撃墜したとしているね。しかしながらこの数字はウクライナ側が発表した数値を積算したものであり、戦果報告にはかなりの誤認や水増しが生じることから、この著述家なる人物の主張を否定する声がインターネット上で多く上がっているぜ。この戦争におけるドローンの重要性に着目しているウクライナ軍は数量確保の必要性も認識し、自分のドローンの開発と増産を進め、ドローン部隊の創設を目的としたクラウドファンディングプロジェクトを立ち上げて資金を集め、ドローンの製造からドローンの操縦パイロット訓練までを網羅する国家計画に発展させたってわけだ。軍用機器調達を担当しているウクライナ軍のシチホル准将は、これまでにウクライナが様々な民生用ドローン1ヨロズ5000機以上を購入したと述べた上で、ウクライナ国防省経由で今後さらに多くのドローンを調達する計画があり、それには西側諸国からの援助や他国民からの善意の寄付などもあるというよ。これまでにウクライナが戦場で使用したドローンの総数は不明だが、
同巡省は今年の目標は、20万機以上の攻撃用ドローンと大型偵察用ドローンを購入することで、この先も市場でありったけのドローンを購入すると語ったんだ。ウクライナはロシアの空爆の脅威がある中においても、ウクライナ全土でドローンの製造が行われているとされ、製造業者に対しては工場などを1箇所に集約させずに作業場を分散させ、防空壕を使用するよう指示したというしね。このやり方についてはこれらの対策が功を奏して全ての製造業者がドローン製造作業を続けており、ミサイルによってたまに爆撃されることはあるが、大した規模ではないと関係者が語っているみたい。これまでにウクライナ軍が調達したドローンの 80% 以上はウクライナ製で、それらはウクライナ国内で組み立てられているとされているぜ。また、ドローンは航空や水上のみならず水中を航行するタイプの開発も進められているな。2023年9月6日、ウクライナの複数の SNS アカウントから、ウクライナが開発を進めているとされていた新型水中自爆攻撃型無人機、アンマンドアンダーウォータービークル UUV マリチカマリチカの動画が公開されたよ。その動画によると、マリチカは全長6メートルの大きさで、その航続距離は約1000キロメートルとされる黒色の無人水中潜航体 UAV で、攻撃輸送偵察のいずれの任務も実行できるとされているが、その性能やドローンの運搬能力などについての詳細は現時点では不明だね。ウクライナのマスメディアによると、マリチカはウクライナのエンジニアたちが作成した自作システムで、製造するための推定コストは約16万 UAH、つまり433ヨロズ約6500万円に相当すると言われているマリチカはこの先、初期作戦能力を獲得した後、ロシア国会艦隊の施設やロシアの重要なインフラ施設や機関を破壊する作戦に使用されることが期待されているね。そのため、ウクライナ軍がマリチカを自爆攻撃に使用する可能性が低いと見られているが、ロシアの黒海艦隊としては脅威であることに違いはないぜ。ウクライナ軍は黒海でロシア海軍黒海艦隊の艦艇に対して自爆攻撃型の水上ドローンを使用して、これまでにない新たな海戦の様式を呈し、2022年秋以降のウクライナ軍による様々な形でのドローン攻撃はロシアの黒海艦隊に衝撃を与えたよな。この攻撃に対してロシア軍は偵察やウクライナ軍のドローンに対するハードキル対策の強化など、自爆攻撃型の水上ドローンに対するいくつかの対策を講じてきたが、黒海艦隊の大型揚陸艦やタンカーに対して実施された最近の攻撃は、これらの対策がロシアの艦艇や施設の安全を確保するには不十分なことを証明しているぜ。水中ドローンマリチカは、現在のロシア軍の監視システムでは探知ができないため、黒海艦隊の艦艇や海軍基地施設、それにクリミア大橋などの橋梁にすでに大きな危険をもたらしており、マリチカがどれだけの量の爆発物を搭載できるかの性能については不明であるものの、その大きさから考えるとクリミア大橋の橋梁の橋桁を破壊することができるほどの爆薬の搭載が可能であろうと推測されているね。さらに、マリチカは水上を航行する艦艇を攻撃して、大型揚陸艦やフリゲートなどの戦闘艦にさらに壊滅的な被害をもたらす可能性があるとされ、この自爆攻撃型水中ドローンが群れになって押し寄せた場合に、防御は不可能に近いほど困難であることが予想され、ウクライナ軍としてはこの侵略戦争の行き着く先を自分の勝利につなげるべく、マリチカの有効性を立証するためのテストを実施して開発を急ぐものとみられているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。